ゴレナ・オリアホビツァは、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ベリコ・タルノボ州に属する。ベリコ・タルノボとドルナ・オリアホビツァに隣接している。近隣には、建築物保護区として、中世の要塞や、民族復興期の建築物など多くの歴史的、建造物が残されているベリコ・タルノボ市アルバナシ村がある。 この地域で知られている初めての人の居住は、新石器時代の紀元前五千年期である。鎌カ級とアルバナ市平地の間には、後のトラキア人の住居の痕跡が見つかっている。その居住者は、黒ビジー族と呼ばれている。彼らは、鎌カ要塞を建造し、要塞は、紀元前五世紀から、紀元前一世紀まで存在していた。この集落での生活は、 スラブ人の侵入を受ける5世紀から6世紀頃まで続いた。その後、7世紀から12世紀までの間、継続的に人がこの地域に居住していた証拠は見つかっていない。12世紀の末にブルガリア帝国が再興され、その首都となったタルノブグラとの防衛の必要が生じた。そのために複数の要塞が建造された。その中の一つが、 ラホ別要塞であり、現在の町から 4km 北西に位置している。ラホ別とは、道路要塞を意味し、その名称はペルシャ語で道路を意味する、ラに由来している。この要塞の名称が、スラブ風に生まったものが、現在の使命の起源である。オスマン帝国の侵入によって、要塞へ通じる水路が遮断され、要塞は破壊されることなくは、オスマン帝国に制圧された。 ラホ別要塞は1444年にポーランドのブアディスワフ賛成によるタイオスマン戦争により破壊された。オスマン帝国統治時代の最初の一世紀の間に、この地域には三つの小さな村があり、それぞれマララホビツァ、スレドナリャホビツァ、ゴリャマラホビツァと呼ばれた。ブルガリア民族復興時代、ゴルナオリャホビツァは経済的に発展した町へと成長した。 手工芸産業が発展し、交易は北部ブルガリアで最も盛んであった。毎週金曜日には、牛と農産物、材木、木炭の市が開かれた。1822年には、修道学校が開設され、また1827年には私学校が開設。1835年からは、公共学校として機能するようになった。1850年には、 初の女学校が1859年には、初の中学校がそれぞれ開設された。図書館、公民館の機能を果たす地リシテが1869年に設置された。ゴルナ・オレアホビツァは1870年に町に指定され、当時の人口は4700人、1200個の世帯と5つの教会があった。町の住民たちは、 オスマン帝国からのブルガリア解放闘争に加わった。バシル・レフスキは1869年前半にゴルナ・オレアホビザで革命委員会を組織し、その後二度にわたって街を訪れている。4月放棄の準備段階においてゴルナ・オレアホビザはステファン・スタンボロフを主犯とする第一革命地区の中心となるように計画された。4月放棄が失敗に終わると、 地元の革命指導者、マケドン・チェトコとゲオルギー・イズミルリエフは、町の中心で、公主刑に処された。イズミルリエフの最後の言葉は、父なる地の自由のために死ぬことの、なんと良きことか。であった。町の3人の市民が、フリストボテフに率いられた、義勇武装隊で戦い、ロト戦争では132人が、ブルガリア義勇軍に加わっている。戦争によって、 ゴルナ・オリアホビツァは1877年6月26日に解放された。ブルガリア解放後、ゴルナ・オリアホビツァは交通の要衝として開発が進んだ。町は、コトベリコタルノーボや、観光地アルバナ市にほど近く、修道院を、はじめ数多くの観光資源に恵まれた、観光の町となっている。ゴルナ・オリアホビツァは、ブルガリアにおける佐藤と、 砂糖製品の重要な生産地となっている。有力な製糖工場シュガープランツリミテッドをはじめ、多くの中小の砂糖や甘味菓子の生産施設がある。ゴルナ・オリャホブサ市内のドルナ・オリャホビサの地たりしてゴルナ・オリャホビサ基礎自治体には、その中心であるゴルナ・オリャホビサをはじめ、以下の町村が存在している。ゴルナ・オリャホビサは、 ブルガリア北部の重要な鉄道網のハブとなっている。街には空港もあり、ソフィアまで30分で結ばれている。ソフィアまでの距離は 230km、バルナーまでは 220km、ルセまで 100km、ベリーコタルノボエは 7km である。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。